うんだよ。まったくわかんねえ。いやしかし問題はそこじゃねえ。今回俺自身がいい点数を取る必要はない。大切なのはテスト結果の発表。一番になったやつにベルボーを押し付けることだ。お、今度はダンゴムシか。ダンゴムシは1000匹で1点だったか。って、カウントしてる場合じゃねえ。このままじゃやべえ。地獄の補修部屋行きは確実だ。それまでに何とかして誰かに押し付けねえと。相変わらしちゃった。ああ、人の名前をカンニングしてどうする。俺にはこいつがあるぜ。ああ、そういう使い方じゃねえだろ。こんなんばっかか。いやいや、広い校内一人くらいいるはずだ。普通に勉強できるやつが。うん、